ワンボックスカーから上がる真っ赤な炎。助手席や運転席など車の前方が激しく燃えています。車の内部が真っ黒に焼け焦げています。辺りには焦げ臭い匂いも漂っています。火事があったのは函館市三原1丁目の駐車場です。消防によりますと、正午過ぎ、現場近くの住民から駐車場に駐車中の乗用車から火が出ている、建物に燃え移るかもしれないと119番通報がありました。突然なんか爆発音って言いますか、車がぶつかったのかと思って外を見たら急に煙が上がってたものですから。警察によりますと、走行中のワンボックスカーから火が出たため、運転手が近くの駐車場に停車したということです。運転手は逃げて無事でしたが、辺りには住宅街や繁華街があり、一時騒然となりました。警察が詳しい出火原因を調べています。